日本の北部に位置する東北。四季折々にさまざまな表情を見せる自然と、各地に色濃く残る伝統文化は多くの人々を魅了してきました。2011年3月11日、そんな東北を観測史上最大の大災害が襲いました。想定外の地震と津波による壊滅的な被害を受けながらも、地域一丸となって復興に励む東北の姿に世界が注目してきました。大震災から2年となる2013年3月、宮城県の被災地に中国から来日した学生たちの姿がありました。彼女たちは中国広東省の諏訪東大学でメディア学を専攻する学生。東日本大震災から2年を機に取材をするためにやってきたのです。 I went through the Wenchuan earthquake in 2008. I know what earthquake is, and I know how terrible it is. In Japan, this country has many earthquakes, many disasters. I want to know how they face this kind of disaster and how they rebuild their homeland. 滞在期間中は県内の団体や企業を取材し、復興のプロセスや日本の文化についての理解を深めていきました。この日の夜は震災による地域経済への影響を調べるために国分町の居酒屋を訪問。どちらかというと国分町自体が不況なので、また震災が来た時にお金が必要だっていうことを皆さんやっぱり把握しましたんで、蓄えを作ることの方に今目を向けている方が多いですよね。取材内容は大学のホームページやソーシャルネットワーキングサイトで動画やブログとして発信しています。3月8日、一行は津波被害の激しかった女川方面へ向かいました。It's my first time to get very close to the area after disaster. So, shocked a little. It's not very easy for me to imagine how the height of the tsunami at that time, because now what I can see is very peace.Yeah, the sea is peace, so yeah. 我觉得亲身来到这里看的话，其实还是挺震撼的，因为而且我觉得还挺难得的是，他们还会把这一些建筑物，就是已经倒差不多要倒塌的建筑物留下来，作为一个研究。女川を後にした一行は、母子家半島を回り、被災地を視察。道中の復興商店街では地元の海鮮料理を堪能しました。その後石巻市へ。震災後に石巻の再建を目的とし、さまざまな復興プロジェクトを行っている石巻 2.0 を取材しました。こういうプロジェクトが大事だと決めてしまって、その地元の人に、まあ、押し付けるのではなく、まず、地元の人の声をこう丁寧に集めていこうということで、メディアのフィルターにかけずに外に発信していくということをやりました。この町にはもともと震災前から課題がたくさんあったんですね。閉めているお店が多かったりですとか、町に若い人がいなかったりですとか、それが津波によって表に出て明確になった。だから町を元に戻すのではなくて、もともとあった課題を解決してもっといい町にしたいということで動き出しています。ありがとうございました。 I find the people in the disasters is active, but they have the good heart to have their new life, to start their work. I also happy to see this. I feel very, very grateful toThose people who helped me in Japan, they are very warm-hearted and really helped me a lot.
I think that we have many things can learn from the Japan. Because now is 2 years anniversary, so I think I will focus on the hope. I want to give more positive message to people in my report. 震災を通して再認識したことは、人と人とのつながりは国境を越えるということ。そしてその思いは、東北復興のさらなる力となることでしょう。